初は遠くから見ているだけでよかった。淡い小径、成績優秀、容姿端麗、アリスカワミサ、外織学園の生徒会長。決して近づくことなどできない清らかな存在。僕が生徒会に入ったのは、少しでもアリスカワ会長に近づくため。決して見られてはいけない。なのに心のどこかで見られたいって思う自分がいる。それでね、私のお願いっていうのは、もう一度あのドキドキを感じたいの。見られちゃいけないのに、見られたい。